勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合振り返って感想などお願いします。非常に選手たちはいいパフォーマンスを出してくれたと思いますし、再三チャンスは、作れたものの、相手のブロックだったり相手のキーパーのファインセーブだったりというところで前半は粘り強く、0-0 という形に、守られたかなっていう、展開でした。その中でね、彼らも相手チームも、いいチームですしエネルギーがあると思うので、開始10分15分は来るだろうなと思った中で、そこで我々が1点取れたっていうのは、非常に良かったかなと思います。欲を言えばあれだけチャンスの回数を作っているということは3点目、4点目、本当に5点目というところは点が入る時間帯によってはもう少し いけたのかなと思います。ただ選手たち本当に2日目、この難しいレギュレーションの中で最後まで戦ってくれたので非常にいい試合だったと思います。我々がやることはシーズン通して1年間、変わっていないと思います。そこをやっぱ進化しながらもベースの部分というのは変わっていないので、積み上げてきたものをやっぱ100を出せるかどうかというところにかかっていると思うので、今日もしっかりと100を出していくれると思いますし、選手たちを本当に誇りに思いますね。この大舞台で、硬くなってしまう時もあると思うんですけども、少なくともこの2試合は全く僕自身は感じられなかったのでそこは本当選手たちを褒めたいなと思います。マリナー戦の反省点ですか。内容とこのところは非常に良かったと思います。ただやっぱり先制ゴールがやっぱり試合を動かすっていうところではカリアの試合もやはり 0-0 で長い時間、試合が時間が動いてしまったところ、そうなってくると相手にはどうしても耐えてる大丈夫だっていうエネルギーが変にいってしまうっていうところではやっぱその1点の重みっていうところは変にプレッシャーを感じるとまたそれはそれでね、難しいんですけどもいつもやってることをやっぱやろうということでそうですね、強いて言えばやっぱ1試合目だったっていうところで刈谷さんも元気だったので最後積極的にやっぱ取ろうっていうところはもう少し自分たちもやっぱちゃんとケアしてやらなきゃいけないところは今日はほぼ完璧にそこは対応できたんじゃないかと思います。はい、どうなんですかね。向こうの方さんに聞いてみたいと。最終的にちょっとこう向こうが優位に立っているってことに対して逆にどう返そうかっていうかどういうふうに上回ろうかっていう、実際試合始まってみるともう圧倒的にもう火力が違ってたなっていうのが正直なところだったんですけども、その辺というのはもう1試合目初日が引き分けでもむしろやってやるって感じで今日は臨めだったんですよね。そうですね、刈谷の試合はおっしゃる通り、ね、なんとかやっぱりいいサッカーしてるけど勝てないっていう試合で終わらなくてよかったなっていうのは1-1でなんとか持っていったっていうのは非常に良かったと思います。これがやっぱり今日の試合につながっていると思いますし、ああいう難しい時間帯があったとしても、決して我々のサッカーが変わらずに90分間やり通したことっていうのは、どうなんですかね。相手の総合監督さんに聞いてみると分からないですけども心理的な部分っていうのはちょっとわからないですけども、我々は本当に自分たちのことにフォーカスして自分たちがやることに 100% 出すっていうところではいろいろ良かったんじゃないかと思います。はい、あんまりなかった、もうしょうがないだろうないかなっていう、これも結果なんで、やっぱりその外そうと思って別にやってるわけじゃないと思うんで、ね、いつか入るだろうで終わったらダメなんですけど、もちろん形はちゃんと崩せてたと思うし作れてたと思うんですよね。でその中でやっぱり相手がいるわけですし、最後のやっぱ3点目も必死にやっぱスライディングしてブロックしてくるわけですよね。3点目入んなかったというのはそういうところだと思うんですけど、そこはやっぱ相手の守備も褒めなきゃいけないと思うんですよ。やることは多分我々は多分やったと思うんで、もちろん確率論の問題なんでこれだけやっぱ入らなかったってことはまた入る試合が多分きっと出てくると思うので、変えずにやるだけですね。簡単な試合はね、もう実はもう1試合もないと思うので、やっぱ昨日の試合を見てもすごい攻撃のパターンがあって、いいチーム、この能力も特に前線の選手は非常に高いのかなと思います。その中で我々もね攻撃的に行くっていうことはいい試合なのかなとは思っています。今日もね、この後試合があるのでしっかり見て特徴を少しでもつかめればなと思います。ありがとうございました。